アントニオ・テヘイロ・モリーナは、スペインの軍人。1981年2月に発生した、クーデター 23F の首謀者の一人である。1932年に、マラガで生まれる。第二次世界大戦後の1951年に、グアルディア・シビルに入隊。中尉に任官し、カタルーニャ州に赴任する。 1958年に大尉に昇進し、ガリシア州、ベレスマラが、カナリア諸島を転々とする。1963年には少佐に昇進し、ラスパルマスデグランカナリア、バダホスで勤務した。1974年に中佐に昇進し、バスク州ギプスコア県のグアルディアシビル指揮官に任命されるが、バスク州キクリニアに関する発言が批判され市民が、 介入を求める騒ぎが起きた。バスク地方における ETA 相当に貢献し、マドリードのグアルディアシビル部隊参謀長に転任した。1975年11月にフランシスコ・フランコが死去し、フアン・カルロス一世によって王政復古が成し遂げられた。その後1976年に首相となったアドルフォ。 スワレス政権下において、スペインの民主化が進められたが、これを、左傾化と捉えた、軍部派によって、国王を、用いた上での軍事独裁の復活を求める動きが、活発化した。このような動きを受けて1978年11月に、中佐となっていたテヘロと、サエンスでイネストリージャス中イラが、スワレス政権に対するクーデター計画、 ガラクシア計画を立案した。なお計画名は、集会場として使用されていたマドリード市内の喫茶店の名前を取ったものであった。しかし実行前に計画が表沙汰になり、テヘイロは、軍法裁判で金庫7ヶ月の判決を受けた。その後、軍部派が問題視していた状況に変化がなかった、ことから、陸軍副参謀総長のアルフォンソ・アルマダ・コミニア、 陸軍大将ミランス・デルボッシュがクーデターを画策し、出所したテヘイロを実行部隊の中心に添えることとなった。1981年2月23日午後6時過ぎ、テヘイロを率いる約200人の治安警備隊員が大議員に押し入り、同年1月29日に辞任を表明したばかりのスアレスやスペイン共産党書記長のサンティアゴカリジョ。 スペイン社会労働党初期長のフェリーペゴンサーレスを含む約350人の大議員議員を人質に取った。これに合わせてボッシュ率いる戦車部隊がバレンシア市内に展開したほか、マドリードのスペイン国営テレビ局を占拠した。しかし、ファンカルロス一世の支持が得られなかったことから、クーデターは失敗し、テヘーロとコミン、 ボッシュは警察に投稿し逮捕され、軍法裁判で有罪の判決を受けた。アルカラデ・エナーレスの刑務所に収監されるが、国中から1982年に行われた選挙に、立候補し話題となった。なお、テヘイロは、事件後15年経った1996年12月2日に、最後の事件関係者として釈放され、故郷マラガに居住した。 2006年には2006年カタルーニャ自治憲章に関する意見公募を新聞に掲載した。また、2009年には息子のラモンテヘロディーツが父をスペインのために最善を尽くした誠実で宗教的な人物と擁護する意見を ABC に掲載している。ありがとうございます。